1万人の政党。2016年10月、新手29巻についてくる応募券を送ると、後部様が所属する3年 A 組のクラスメイトになれるという企画がありました。応募した人は必ず当選ということで、王国民が殺到。結果として評定学園中等部3年 A 組は、11,671人で構成される王女隊となりました。もちろん投稿者も名簿に名前があります。もしかしたら視聴者の中にも、同級生がいるかもしれませんね。なるほどサンデーじゃねえの。こちらのセリフはペアプリにて、登場。と派手に投稿したものの周囲の状況から、今日が日曜日だとお気づきになった際に、後部様が発せられたセリフです。客観的に見ると間抜けな状況ですが、焦ることなく曜日を把握し、あえて日曜日を、サンデー、と英語に言い換えて発言されている点から、精神力の強さと知性の高さが伺えます。さすがは国王です。そしてこの名言は我々国民の世界にも干渉。なるほど〇〇じゃねえの、という言い回しが流行し、ツイッターでは、なるほど4時じゃねえの、という投稿が午前4時にされるようになりました。森永本社を支配。2014年2月、アトベキングダムは森永製菓と友好条約を終結し、森永本社を王国の領地としました。その記念として本社ロビーには、ダース4176粒で作成された、アトベキングダム建国シーンのピクセルアートが、期間限定で展示され、友好を深めました。ホテルとの単独コラボ、池袋サンシャインシティホテルでは、アトベ様のバースデーを記念した、限定宿泊プランを展開。アニメとホテルのコラボ宿泊プランならば、最近なら珍しくはありませんが、キャラ単体とのコラボというのは、投稿者は聞いたことがありません。コラボルームだけでなく、限定グッズの販売や、等身大パネルでのお出迎えもあり、大変賑わっていたようです。東映と業務提携。後部財閥は2019年1月26日、東映と業務提携を行いました。それにより、後映ホールディングスが爆誕。後部財閥会長は、長男であり後部キングダム国王の、後部敬吾様、15歳を最高責任者に指名されました。後部様は映画村を舞台に、誰も見たことがない時代劇を作り上げ、全世界同時公開を目指すと、ご発言。世界中からの VIP をもてなすため、映画村の改革にも乗り出すと、明言されておりました。さらに京都の嵐電とも、コラボし、後部電鉄、が誕生。後電の車両の中はゴージャスに、変貌し、天井にはバラが咲いておりました。映画村では限定グッズ販売だけに、とどまらず、複製原画の展示会や、縁日ゲームなどの、アトラクションも実施されていた模様です。まさに京都全体を巻き込んだ、伝説的ビッグビジネスと言えますね。なお、東映で働くスタッフたちは、今回の業務提携に、対し最初は戸惑いの声も上がったものの、今や、後部グループで働けるなんて、夢のようだ、と口にするものが増えているそうです。朝礼で評定コールが、巻き起こる日も近そうですね。というわけで今回も、後部様の伝説を振り返ってみました。ご質問の多かった手に目関係の伝説に関しては、本編をしっかり感激してから、投稿したいと考えておりますので、今しばらくお待ちくださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと感じていただけた方は、チャンネル登録と高評価クリックをお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。